僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういった漫画を描いているものです。僕は任天堂市民だね。ソニーの株主総会で、たまたまね、電話番号を交換して友達になって、その日もね、開始4分で退場になったね、橋本さん、特殊株主の橋本さん。結局、昨日付で逮捕されちゃいまして、元も持ってた物件の居住者に対して脅迫容疑で逮捕されたんですけど、これはまあね、橋本さんが言うには警察の嫌がらせなんだって。1月の段階で起こったことを、あえてこの総会の、一番重なる時期に逮捕することで、他の総会への被害を最小限に減らすためのですね、警察の作戦なんだってさ。去年も同じように逮捕されて、その時にね、もう結局不起訴になったんだけど、20日かける20日、40日以上勾留された後に不起訴になってね、釈放されたんだってさ。はい。そんな橋本さんからですね、ソニーの株主総会から帰ってきて電車に乗ってる間にですね、僕の携帯電話にね、メッセージが入ってたから。それをちょっとね、みんなで聞いてみようっていう話なんですよ。ソニーの株主がやってんの？聞こえる？予定通り、適当に着きました。もう行ったら、総会終わって、懇親会始まってきました。まあ、そんな低い時代じゃないけど、まあ、人がないようにいっぱい余ってきたからね。で、最後、さっき持ってきたやつにね、まあ、ローストビーフとか、鮭の、サーモンとか、タコの、ね、なんとか、いろいろ。ちょっと待って、お前の知り合いやばいやつばっかりだなじゃないよ。これソニーの株主総会でたまたま隣になって、あ、何言ってるかわかんない？まだソニーの株主総会やってんのかっていうので、予定通りっていうのは、開始4分で退場になって次の株主総会に向かったの。予定通りね、次の会場に向かいまして、ホテルの人間にね、怒られたけど、タッパーにね、たくさんね、サーモンのマリネとか、サーモンのマリネ、なんかカルパッチョみたいなのも詰めて、終わりましたっていう話。で、この後いろいろ入ったのが、僕の持ってる銘柄で、僕が行かないね、株主総会はね、委任状書けば、ぴょこたんさんが行くこともできるから、なんか行きたいのあったらね、何でも言ってください。行きたいのあったら、おすすめはね、今度浦和でやる、なんかここも僕は行かないんで、委任状書けば、君が行くことになるから、行くかい？って。その後に電話で直接話して、明日の、TK なんとかっていうところの品川でやるやつがあるんだけど、一緒に行って、なんか UFO キャッチャーでね、いろんなものを撮ったり、懇親会でご飯も出るから、一緒に行こうかいって。で、これもちょっとね、電話で話して、ちょっと明日 DNA の総会の後別件があってって言ってね、とりあえず、もったいなかったよ。行けばよかったよ、今思えば。そしたらその翌日に、逮捕になりましたっていうニュースがね、ありましたんで。電話してみようかな。いや、出るわけないよな、でも。これで出たらどうする？おかけになった電話は、電波の届かない場所にあるか、電源が入っていないためかかりません。かかりませんだって。残念。まあいいや。また出てきたときにですね、とりあえず今回は漫画にすることにはしてるんで、漫画にしますねって言ったらすごい喜んでたから、漫画にすることだけして、まあまた出てきた時に話を伺いに行きますんで。僕は別に逮捕されたからって言って、その人に対する認識を大きく変えるわけじゃないから。